イオングループイオンディライトイオンディライト株式会社は IFM 事業を手掛けるイオングループの企業である。もともとは当時のマイカルの前身となる日医がビルカン事業の子会社として日医メンテナンスを設立したのが始まりである。1976年にジャパンメンテナンスに称号を変更している。2003年11月にマイカルがイオンの子会社となり、 名実ともにイオングループ入りしたことを受け、2006年8月にマイカルとイオンの各子会社で重複する事業の整理を目的に再編が行われ、その一環として、もともとイオングループ内でビル管理事業を行っていたイオンテクのサービスを2006年5月に当社が子会社化した後、同年9月に吸収合併し、現在のイオンディライトとなった。 再編の対象となったほとんどのマイカルのグループ会社はイオンのグループ会社に子会社化された後に吸収合併されているのに対し当社はイオンのグループ会社を子会社化した後に吸収合併している違いがある。これは旧マイカル系のジャパンメンテナンスの方がイオンテクのサービスよりも売上規模等で大きかったことを意味している。年月には同じイオングループにおいて バックオフィスサポート事業を手掛けていたジェルトを吸収合併。同社が行っていた事業を引き継ぎ、総合ファシリティマネジメントサービス業に転換した。二度の合併後も、当社の筆頭株主はマイカルのままだったが、2011年3月の GMS 再編に伴う吸収合併によって、イオンディテールが筆頭株主となり、2019年2月にグループ内での株式の取得。 売却により、イオン株式会社が当社の筆頭株主となり、2021年2月に株式譲渡が行われたことにより、イオンリテールが当社の株主ではなくなった。ありがとうございます。